努力賞の作品、そして、優良賞、銀賞の作品、銀賞を見てみたいと思います。銀賞はこういう、もうみかんに見た目が近くなってきています。こちらが優秀賞、東京都農業共済組合の組合長の賞がついております。絵図はいろいろこちらの本に並んでいます。そしてこちらは冬瓜がありますが、冬瓜はこの点数が少なくて、賞がついておりませんでした。そういう品物があります。こちらはカリンです。ちょっとこの傷が、表面上傷がついておりますが、おそらく味はいいものだろうと思います。こちらにカリンが並んでます。終わります。